かまたま。今回のかまたまは2017シーズンかまたまアレさぬき出陣式の様子をお送りします。そう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 、なんと新日が好きっていう、新日本プロレスが好きっていう、ね、誰が好きなんでしたっけ。岡田と岡田内藤とかですか。いつかやりましょう。え、やります。何をプロレス。マイクパフォーマンス。あ、どっかマイクパフォーマンス。ちばりよ、ちばりよ。オッケー、せっかー、ありがとうございます。じゃあ沖縄人だからね、半分。え、なんでなんて言うじゃん、親父が沖縄人。あ、マジで。そうだから、そうなんや、すごい。知らない人いっぱいじゃん。そうですね、半分沖縄です。実は沖縄のハーフです。うわ、すごい。ガナさんと近いものあります。初めて見ましたけど顔ちっちゃいですね。はい、ありがとうございます。ね、これからさ、話変わるんですけど、ダリューンって呼んでもいい。ダリューン、ダリューン。ダメだよ。ダメダメ、はい、しっくりこないんで、はい、ダリューン。え、ちょっとダメか。何の由来だったんですか、それは。私すごい好きなアニメの、はい、登場人物すごい似てる。はい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 、すごいいいやつよ。それならとはなんないっす。しっくりこないんで。なんのか。しっくりこないんで。なんのか。ちょ、見て見て見て、アルスラン戦記見て、好きになるけん、ダリューンのこと。ちょっと似とるけん。どんなキャラなんですか。なんかね、すごい誠実で、なんか強い。はい、すごい強いよ。はいはいはい、もうそれなら、それならなんないっす。それでもなんのか。しっくりこないっす。勝手にダリューンって呼ぶ。じゃあ、ダリューンまたよろしくね。ありがとうございます。いい選手だった、いい人だった。ダリューン優しかったよ。ダリューンまたね。かまたま。かまたま。かまたま。今日、え、またこれ終わったらなんかご挨拶あるんですか。あるよ。なんていう、何喋るんですか。いや、この間、ひらちゃんに話をしてて、監督もうちょっとあれに出た方がええでって言われて。え、こうかまたまに。うん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 。いいこと言う。で、キラちゃんはこれをすごい楽しみにしてくれてるらしくて、ありがたいなと思って。ありがたい。じゃあそれをスピーチで今日も言ってくれる。なんで。最近見た面白い映画、おすすめ映画は。モグラの歌。ああ、はい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 、わかりました。君の名も。君の名も。まあまあまあ、一人で。ああ、一人で。泣いた。泣いた。泣いてないですけど、うん、いいな。あ、いいなっていう趣味。 DVD 鑑賞好きです。そんな変わらんやん。最近じゃ何見たんですか。最近というか、おすすめの映画でいいですか。うん、どうぞ。これもうみんなに言ってるんです、うん、アルマゲドンです。じゃあ出陣式なんで、なんかこう目標とか今年やりたいことを言っといてください。はい、みんなで6位を。もう6位だよ。サッカー以外でいい。え、サッカー以外で10キロですよ。10キロやってる。なんで、なんでまた。うどんを愛しすぎて。ああ、ちょっとうどんを愛しすぎて少しね、ぽっちゃりしてきた。ちょっとあれだけど、なんか見たらわかるじゃん。ウエミーが片岡さんに行けっていうの言ってたんですけど、はい、何をするお仕事なの。基本的に映像分析を。映像分析、はい、試合の映像を分析して、サヌキの試合の分析だったり、対戦相手の分析。あ、このチームは3人来るから4人で行こうみたいな。あ、そうそうそう、簡単に言うと。今日は出陣式ですけども、結構わきあいあいしてます。してます。まあ、なんか気持ちが引き締まるというか。ほんまに、はい、引き締まってます。いや、大丈夫です。まあ、常に山本さんといるんで。あ、それやばいな。余計なことは言うな、はい、あの山本さんからどういったことを教わってるんですか。余計なことは言うな。セールスポイントなんかちょっと教えてくださいよ、山本選手の。ここでは言うなよ。なんか、なんかじゃあ一つ、ここいないもんだし。セールス、本当にセールスポイントはちょっと無駄に意識高いです。え、やめろ、そういうの言うなよ。ちょっと無駄に意識高い、どういったところで。いや、毎日温泉も誘ってくるし、交代浴とかするし、筋トレ行くとか言ってくるし、意外とサッカーめっちゃ好きっす。言うなよってめっちゃ言ってじゃないですか。それ言ったらあかんの。あ、それ言ったらあかんの。街中でなんかそれやめとけって。それをやめとけってよ。なんか、いや、なんかでもその記憶がないんですけど。これが流れたらね、全部カットされてたら、もうこれはこれでこっちももう答えへん。答えそうそうそう、自分のええとこまで。そうだ。
だそう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 だバラケロバラケロ。うちね、かまたまっていう番組をやってるんですけど、見たことありますか？私日本語わからない。見たことあります？ないない。と思いきや30話ぐらい見てます。マジで？マジですごい。え、はい、それはいつ？さぬきに入るってなってから。さぬきってどんなチームやるみたいな、ほんまにもう何も知らんかったから、それ見て勉強しようなと見てたけど、まあしょうもない番組やな。ちょっとどういうことよ。サッカー以外の選手の魅力をこう引き出す的な番組なわけ。このすんごい魅力やっぱ見られたくない。生でスタジオスライム。いやいや伝わらんの？むしろあんまり何がどうなんだろう。やっぱ女子にしか伝わらんか。女子や女子や。いやここれやほんま出たがりは。これこれあの若干ねチラって見えてる人もね。これ出たがり。よし。じゃあちょっと MVP とでないから。MVP とでないから。アクリル板ないない。西子いない。テニスじゃないよこれ。すいません中学生が入ってる。誰が中学生？